チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、懐かしい人から連絡があって、ちょっと面白い話を聞けてんけどもね。まあ、俗に言うね、これ、まだあんまこういう言い方もどうかと思うんだけど、一期生って言われてるね。あっちゃんねるの視聴者さんの一番最初にね、一番初期の頃に、何人かこうファンが集まってできたグループがあってね、その時あっちゃんもう世間知らずで何も知らんかったからLINE でみんなでグループチャット、グルチャを作ったんで、あっちゃんは人生初のグルチャやってんけども、でみんなでグルチャでみんなで話したいっていうことになって、その一期生メンバーっていうのが何人か集まってね、マックスでね、20人ぐらいだったかな。まあ、10人後半から20人弱ぐらいまで、おった。その頃まだね、登録人数が50人もおらへんなんちゃうかな。そんなもんの時にね、一期生って言われる人、50人もうちょっとおったかな。なんせね、100もおらへんだと思うね。そのぐらいにできたグループチャットやねんけども、その人たちが最初すごい仲良かってね。で、将来的に、あっちゃん、まあね、100人超えたぐらいかな。1000人いってなかったよ、確か。で、収益が取れ出して、もう一期生はね、もう1000人超えるぐらいの時までまだ仲良かったよね。で、その時に、あっちゃんが右肩上がりに上がっていって、で、もう収益取れたか忘れたな。1000人じゃない。収益が毎月毎月右肩上がりにいって、その頃はね、そのグルチャの人には収益いくらだよって言ってたんやけど右肩上がりに上がっていって、でこのままのペースでいくと、ほんまに年間何千万の稼ぎできるから、奥のあっちゃんハウス作れるんちゃうかって話をするんで、みんなでこうね、ある程度みんなあっちゃんと同じぐらいの年の人やからね、50なるか前手前かとかぐらいの人やったから、である程度も年いって、ね、シングルさんもいてるしね、もしその、まあ、パートナーさんがおっても、もしパートナーさん亡くなったりとかした時、一人になった時寂しいから、みんなでシェアハウスで住もうかみたいな話って盛り上がって、そんな人たちがおったのよ。でその人たちと仲良くしててね、すんごい仲良かった、みんなね。であっちゃんと視聴者さんじゃなく、視聴者さん同士も仲良かった。それ全国の人、いろんなね、各地各地に住んでる人やね、遠くにね、関西だけじゃなく、南は沖縄から北海道までね、いっぱいいてた。その中で仲良かった中で、だん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 日に日に、なんていうのかな、マウント取る人が出てきて、でマウント取る人にみんながこう従う。であっちゃんはそこは関与してなかったんやけどやっぱりなんかこう、その人にイエスマンみたいなのとって、でその中の人がちょっと違ういうことで反乱を起こし出したんやけども、そのねグループがあって、この話また長くなるんでね、またちょっと次回でも話します。今日はそんな話じゃないね。でその人から今日連絡があってね、であっちゃん最近ずっと見てたと。で最近ちょっとね、いろんなところのサイトというか、いろんな掲示板とか、ボイスチャットとか、ツイキャスとか、まあそういういろんな配信サイトの中で、ちょっとこう、はびこってる人の中でね、一人ね、その一期生のところにおった、そのままマウント取って、みんなからはぶられた人がおるんだけど、その人らしき人がおるよっていう話を、こう、連絡を思うたんよ。で、あっちゃんちょっとね、その人の名前も忘れちゃったんやけど、確かね、とある場所に住んどって、一回あっちゃんと会いたいねみたいな話になって、会ったことはないね、会えへんかったんやけど、こっちに来ることがあるからってことで、で、その人がどうもね、はびこってるみたいで、どうもね、何年だか、あの頃からやったら6年か、5年、6年前から、おって、その頃ね、あっちゃんすごいファンやって、あっちゃんに会いたいとか、あっちゃんと一緒にご飯食べようって言ってくれてて、遠いところの人やね。で、奈良の方へ来るからっていうことで、ご飯食べようかと言ってくれとった人やって、何のきっかけか分からんけど、もうその人が、グルチャの中でマウント取り出して、で、なんていうのかな、
こう出国ネチ国アンチになってるなんて知らんかって、ね、最初はあっちゃんのアンチじゃなくそこで揉めたみたいなって消えちゃったんやけど、どうもその人がねアンチしてるっちゅう情報は得たんよ。タヌキにおる、あ言うてもだ掲示板におるってで、っていう噂も聞いててね。でその中のグルチャは結局解散したんやけど、これまた話次回しますね。グルちゃんの話ちょっと懐かしいなと思って、ショート戻ったらその人から連絡があったから、えらいタイミングやなと思って、でまあそんなんで、まあ某場所で今暴れてるよってしつこく粘着して、あっちゃんのこと言ってるよっていう話になって、ああそうなんやみたいな、うん、であっちゃんってこう人を疑うのが嫌いで、信用するところから入る。で信用しててその人が裏切り出したらついつま合わんくなるよね。だから、あこの人裏切る人なんやなって、今日出したかな、人は、あ違う明日出すんかな、ごめん、明日の動画のちょっと前走りしちゃったよ。人ってね、そういった裏切ることによってね、見えてくるもんがある。だから人を疑ってかかると、要はね、人は疑ってかかれっていう人おるけど、疑ってかかると目がかすむよね。だから疑心暗鬼になったり人がおかしくなったりする、ね、だからあっちゃんのそのグルちゃんの中でも疑心暗鬼になった、疑ってかかることによってみんなが疑心暗鬼になって解散しちゃったんやけどもね、そうじゃなくあっちゃんは信じるところまで信じる、とことん信じて騙されるまで騙される。騙されたら騙されたっていいね。で騙されることによって、あこいつダメじゃんってわかるからね。だからあっちゃんはもうね、何年、4年5年俗に言う2期生っていうね、大阪オフ会のメンバーの人たちでおって、その人の中でもこうあちゃんとずっとねこう信用してた人にも裏切られたしね、まあ、そういうところがある。人っていうのはまあひどいんやなっていうのもあってね。で何て言うのかな、まあそういう人たちが暴れてるよっていう情報を得てね、でまあ一期生って言われてるね、一番最初のファンの人たちで、その頃にアンチになって何を勘違いしたのかね、その中で自分がマウントを取った、そのことによって、仲良かったメンバーにはぶられて、でというかまあそれを指摘されて、結局一人一体まあいっぱいおった中で一人でマウント取ってたね。でその中で一人が違うよって声を上げたら、私も違う、そう思う、そう思う、そう思うって人たちが強くなって、この人が追い出されたみたいな感じになってた、ね、追い出されたっていうかね、まあ、それもあっちゃん見ててね、あーこの人やばいなでも気づいてきて、あっちゃんは信じることからやから、両方信じてたね。でどっちかのあれが合わへん、なんだ話がこう繋がらへんようになってきた。だからあっちゃん昔から言ってるやん、点と点結んだら全部が見えてくるよって言ってるのはもうその前から言ってるのね。だからその頃からあっちゃんは言ってね、まあそのことはパクるやつもおるけどね、人の言葉ようパクるやつおるからね、まあいいよ、あっちゃん結構名言吐いてるって言われてるけど、まあまあパクられてるけど、そのどうでもいいんだけどだからその点と点を結んでいくとね、真実見えてくるってあっちゃんいつも言うのは、それはあっちゃんは人を信じることによって点と点が結ばれなくなってくるんよね。でそれはあっちゃんいつも見てるから、人を信じる、だから人を何て言うかな、そういう目で見てるんじゃないから、だからあっちゃんその人信じてた。ほんだらこの人は、その一人でハブられた人はどうも掲示板に書き込んどる。でその人たちがみんなが見て掲示板を見に行っとることによって、掲示板でちょっとおかしくなって、こっちからのグループもおかしくなっちゃったんやけどね。でだから1期生っていうのは解散しちゃって、今1期生残ってないと思ってたら、その時にアンチになった人が、未だにあっちゃんにアンチしてるよって。で、その人、もう一人の今日連絡くれた人も、もう何年も連絡なかったんやけども、ずっと見てるよ、言うて。だから、一期生の人が見てくれてるのは嬉しいな。もし、一期生の人、もし見てくれとる人だったら、また連絡してください。LINE あるんで、変わってない。電話も変わってないし、LINE もそのまま繋がってるんで。LINE もし外しとってもね、コメント欄で連絡くれてもいいし、メールもコメント欄に書いたのとこから連絡くれてもいいしね、また久々に1期生の人と話したいな懐かしいなと思ってね、もう名前をポンって言いそうになるわ、まあ、そんな人がいっぱいおってね、だから面白かったんよね。でまあもちろん1期生が面白かっただけじゃなく、もちろん2期も3期も4期も5期も6期もって言ってね、みんなそう分かれてるけど、年代変わるけど、今最新の視聴者さんたちも楽しいよ、もちろん。ねえ、やっぱり今現在結局1期生関係なし、もっと前関係なし、あっちゃんは今
今生きてるから今楽しくしてくれてる人が大好きなんで、だから一期生の頃からずっと、まあ、一期生ってできる前の前からできてる人がおって、もうそういうグループのまだ前に応援してくれてた人、あっちゃんまだほんまに一桁の時にね、見て一桁から見てるよ言って連絡くれてた人がおって、昔からね、その人が未だに見てくれてるんよね。うん、まあ時々連絡くれるんだけど、そんな感じで懐かしい。だから今現在応援してくれてる人が嬉しい。だから昨日もね、ちょっと懐かしいなーってそう思ってたんよね。こんな連絡があって、いろんなグルチャあったなーと思って。もちろん1期生だけじゃなくね、過去ね、2期生3期生、ね、いろんなメンバーさんとか、あのグルチャ作った人たちね、もし見てくれてるんやったら連絡くれたら嬉しいな。はい、まあそんな感じでね、ちょっと懐かしい話やねんけど、まあでもなんていうのかな、人に粘着してクタ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 言う、もう1期生2期生関係なしに集まって、そういう人にグダグダ言うやつらが集まって、あっちゃんに攻撃する人がいてるよっていう情報を得たんね。まあ頭の悪いバカは一生やってろって感じやけどね、はい。まああかんやつはあかんやつとくっついて、あかん行動していくんよね、それが人やと思う。ということでね、まあ、あかん人たちはさておき、楽しくあっちゃんと応援してくれる人、ぜひぜひ、昔から見てるよっていう人、懐かしい人、よかったら連絡ください。ライブで楽しみましょう、昔みたいに。今のライブ楽しんでくれてる人、ライブ楽しみましょう。みんなで年代関係なしにライブ楽しくやりましょう。では、毎日ライブできんくなったけど、時々ライブするんで、ぜひぜひ入ってきてください。見てるんでしょ？